ミランダ・ジュライはパフォーマンスアーティスト、ミュージシャン、作家、女優、映画監督。本名はミランダ・ジェニファー・グロッシンガー。聖のジュライは高校の友人であるジョアンナ・フェイトマンと制作した女性向き動員誌、スナーラのキャラクターから、バーモント州、バリー出身。両親のリンディ・ホフとリチャード・グロッシンガーは、ゴダード大学で講師をする傍ら、 作家として活動していた。また1974年にノースアトランティックブックスを創立し、代替医療、マーシャルアーツ、スピリチュアル関連の本の出版を行っていた。ミランダは友人の友人で作家のリック・ムーディから短編を書くように進められた。カリフォルニア州バークレーで育ったミランダは16歳で、初の舞台の脚本。 監督を務め年齢制限のないクラブ924ギルマンで上演した。その後、カリフォルニア大学サンタクルーズ校に入学する。しかし2年目で中退し、オレゴン州ポートランドに引っ越し、パフォーマンスアートを始めた。パフォーマンスで成功した彼女は、後に23歳から定職についてないと語っている。1996年に最初の EP、 マージラスキーストップスタイムを制作。音楽はザニードが担当した。その後、キルロックスターズから LP を2枚。1997年に10ミリオンアワーズ、A マイル。1999年にビネ、サイモンテストをリリース。1999年にイクと共に分割した EP を制作し、ケイレコーズからリリースされた。 オーストラリアの雑色ロックバンドリガージテーターの EP ディストラクションスにはミランダ・ジュライという曲が収録されているが、これはクアン・イエオマンズがミランダ・ジュライに宛てた手紙が元になった曲である。ウェインワン監督の赤い部屋の恋人の脚本を共同執筆した。アトランタ・ザ・アマタースとネスト・オブ・テンズ。 Are you the favorite person of anyone? など多くの自身のビデオ作品に出演している。映画、君と僕の虹色の世界や、ザ・フューチャーに出演している。また映画、ヤソさんにも小さい役で出演している。2001年頃から、パリスレビュー、ニューヨーカー、ハーパーズ等の雑誌に小説を発表し始める。2005年に、初の短編小説、ザ・ボーイ・フロムラム m r 演が、 クロバーフィールドプレスから特別仕様の本として、エリノアニスリーとエマ・ヘディッチのイラスト入りで出版された。2作目のサムシング・ザット・ニーズ・ナッシングは2006年9月18日にザ・ニューヨーカーに掲載された。ノーワン・ビロングズ・ヒア・モア・ザ・ユーは224ページの短編集で2007年5月15日に出版され、2007年9月24日に フランクオコナー国際短編賞を受賞した。また、20カ国で出版された。ジュライは、ポートランドに引っ越したアトザ・ニードのラジオスローンと交際。その後、ケーレコーズ創設者のカルビン・ジョンソンと交際。2005年9月の時点では、アーティスト兼映画監督のマイク・ミルズと交際中。ポストパンクバンドレ・ティグレのジョアンナ・フェイトマンはジュライに、水を高校時代からの親友と述べている。 2007年のバストマガジンのインタビューでフェミニズムの重要性について語っている。勘違いしないで。ただ自分の能力で必要なことをするプロになるだけよ。ボーイフレンドを嫌いになるのとは違う。私のフェミニストはすごく複雑で面白くエキサイティングなことよ。ありがとうございます。